こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、花は知る一葉の春です。これは、月は明月の秋を知り、花は一葉の春を知るの、一葉、つまり、一様と書く字を、一太陽の陽と書く一葉と言い換えたもので、花が咲いて春となり、月が出て明月の秋となる。おのずからがそこにあることによって、ことがぴたりと決まる。時節をわきまえ、無心のうちに、しかも常に主人公であることです。それでは今から、花は知る一葉の春を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。